はいこんにちは、浦田健でございます。今日のテーマは、1投目がなかなか買えない人の特徴です。最近僕のチャンネルや他の不動産 YouTuber の動画を見てですね、不動産投資家を目指す人が増えています。そして不動産投資家になると決めてですね、物件を探し始めた方からですね、こんな質問を受けるんです。 ウ田さん、いい物件がなかなか見つかりません。この類の質問は実は昔からあって、初心者であればそのほとんどが陥ってしまう現象なんです。そしてなかなか物件を買うことができないので、出来合いの新築アパートや新築ワンルームマンションに目を移したり、実は土地を買って新築した方が早いんじゃないのという方向に流れていってしまう人もいます。 実は、この新築アパート、新築ワンルームマンションが最悪のパターンだということはですね、先日の動画で詳しく説明しました。まだ見てない方はですね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、こういった物件探しのパターンというのは、不動産投資の初心者が必ずと言っていいほど陥ってしまう壁なんです。ではなぜ初心者はですね、必ずと言っていいほどなかなか一投目が買えないという罠に陥ってしまうのでしょうか 今日はそのメカニズムをお話します。このメカニズムが分かれば、初心者でも3ヶ月もあればいい物件に巡り合うことができますし、慌てて業者に勧められる地雷物件を掴むこともなくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております。不動産投資のほか経済、金融、株、そして企業に関するノウハウもどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 ツイッタ TwitterInstagram もやっておりますのでこちらでは最新情報をつぶやきますこちらも登録いただけると大変嬉しいですそれでは今日のポイントをですね3つでお話ししていきたいと思います1つはなぜ1等目の物件を買うことができないのかそして2つ目にですね売り値で購入を判断してはいけない そして3つ目に3ヶ月以内に良い,い物件を購入する秘策についてお話したいと思います。それではまず最初にですね、なぜ1等目の物件をなかなか買うことができないかということについてですけれども、大きく3つの要因があります。まず1つ目は投資家本人が自分の身の丈をですね、わきまえていないということがあります。例えば自己資金がそもそもなかったりだとか、 いきなりフルローンで1億円のマンションを買いたいみたいなイメージの方がですね、非常に多いんですよね。そういう自分のステージというか、要するに自分の属性を踏まえた狙うべき物件というもののターゲットをですね、全然絞り込めていないんですよね。こういう方はですね、むやみに物件検索をしても、なかなか自分の基準に合う良い,い物件を仕入れることはできません。 そしてもちろん自己資金もありませんから仮に良い,い物件が見つかったとしても購入することができないんですよ。そして二つ目です。誰もが欲しがる物件を探してしまうということですね。これはどういうことかというと物件を探す基準がですね、誰もが欲しがる。例えば駅地下徒歩5分以内だったりだとか、あるいは築浅だとか、 現状満室でなければいけないだとか、要は基準が高すぎるんですよ。これは、例えば、アラサーとか、アラフォーですね、の独身の方々が理想のパートナーに求める年収だとか、用紙だとか、まあそういった条件の設定によく似ていますよね。実は、 不動産投資においてもそういう誰もが欲しがる良い,い物件というものはそもそもないんです。実は不動産投資における掘り出し物件というのは自ら作り出すものなんですよね。例えば駅から遠い、築古、築40年とかですね。そして現状空室、全空みたいな条件の物件があったとすればそういった物件はめちゃくちゃ安く買えるんですよ。 これを投資家本人のノウハウによって再生をさせて価値を上げて満室にすることで20%、30%の利回りをですね、稼ぐことができるようになるんです。そうして運営をしている物件っていうのは旗から見れば掘り出しになるわけなんですよね。 だから、初心者の方は、ぜひ覚えておいていただきたいのは、不動産投資において、掘り出し物件なんか、そもそも最初から存在していないということなんです。掘り出し物件は自分で作らないといけないんです。次にですね、勉強すればするほど、物件のダメなところが目立ってしまって、結局買えないという罠に陥ってしまうということですね。 例えば、具体的に物件を探し出す前に、いろんな本を読んで、いろんなセミナーに行って、物件の目利きのポイントを勉強する。この勉強するっていうことは、非常に熱心でいいことなんですけれども、その求めるべき物件の基準が、これもさっきと同じですけれども、上がってしまうんですよね。例えば、基礎のチェック、外壁のチェック、耐震性のチェック、 一つでも劣っていると、これは自分の条件に合わないというふうに思いがちになってしまうんですよ。基礎が傾いてるだとか、雨漏りがしているだとか、トイレが和式であるとかですね。あるいはお風呂がバランスまで非常に古臭いだとか、例えば放棄的なところでえケチをつけたりしてしまうこともあります。 例えば、既存不適格物件といって、その物件が建築された時は合法だったんだけれども、その後にですね、建築基準法とかが改正をされて、現状の法律に合致しない建物があるんですよね。こういった既存不適格物件というのは、建て替えはできないけれども、現状のままでリフォームをしつつ、経営する、使用するっていうことは、これは合法的にできるわけなんですよ。 例えば建物というものは4メーター以上の坑道に2メーター以上接動している敷地でなければいけないというですね、建築基準法の基準があるんですけれども、この接動がですね、2メーターしていなかったりだとか、例えば1.8メーターしか接動していなかったりだとか、あるいはその取り付け道路がですね、共用持ち分で一指定道路みたいな形になっていたりだとか、 あるいはそこの一指定道路に自分の権利がないだとか、まあそういったいろんな法規的な、あるいは所有権的なケチがつけられる物件が出てくることがあるんですよ。 もちろんそういう物件を購入するのは我々プロのような投資家であればですね、あの訳が分かっているのでそういう物件をですね、狙って購入することもできるんですけれども、まあまあこれは例えとして聞いていただきたいんですが、そういったダメな条件っていうものを積み重ねていくと、もう自ら買える物件を少なくしてしまっているっていうような現象になるんですよ。 なので勉強するのはいいんですけれども中古の物件を買う以上ダメなところは必ずありますのでダメなところを自分のノウハウでどのように価値を上げられるかということを考えるということが重要だということですさてポイントの2つ目は売り値で購入判断をしてはいけないということです これはどういうことかというと、不動産投資の初心者は、広告に記載されている売り値で判断をしがちなんですよね。で、その売り値を見ていい物件がありませんよと嘆くわけです。で、物件というものは、基本的にその売り値、表示されている売り値ではなく、必ず差し値で買うものなんです。差し値をして自分の投資基準に合わせるということなんですよね。そのためには、 自分の期待利回り的な投資の基準を持っておく必要があります。例えば表面利回りだったら10%なのか15%なのか20%を狙っていくのか。例えば駅地下であれば何%。駅から15分以上離れたらもう20%を狙っていくとかですね。こういったエリアごと、あるいは築年数だとか、まあそういった 基準ごとに自分が狙うべき表面利回りのターゲットを決めていくんです。さらに重要になるのは実質利回りです。これは ROI と言われてリターンオンインベストメントと言いますけれども、これは実際に手元に残る税引き前のキャッシュフローの金額を総投資額で割ったパーセンテージということになります。 この一般的な良しとする基準というのは人それぞれではありますけれども僕が考えるに最低3%から5%はないといけないと思いますつまり1億投資をしていれば実質利回りが3%であれば税引き前のキャッシュローが300万ないといけないということになりますこの表面利回りだったり実質利回りだったり自分の投資の基準を あらかじめ決めておいて、そしてそこから逆算をして買い付けの値段を決めていかなければいけないんです。もし表示されている価格、売り値とですね、そこに帰りがあれば当然差し値をして買い付けをするということになります。ほとんどのケースで自分の基準に合う値段で売りに出されていることはありませんので、だから物件は基本的に差し値で買うということになるんです。 そしてもう一つは購入の予算レンジを広げるということです。もしあなたが現金500万円あって、この500万円を自己資金として現金で買える物件を狙っているのだとすれば、もちろん500万円で購入できそうな物件に狙いを定める必要があるんですけれども、では500万円前後の物件だけを探せばいいのかというと、そうではありません。 探す物件のレンジとしては、だいたい売り値で1000万円ぐらいのレンジのものまで検索を広げていく必要があるんです。そして、例えばあなたが頭金1000万円あって、ローンを使ってレバレッジをかけて購入していくのであれば、例えば3000万円ぐらいの物件がターゲットになるとすれば、物件検索のレンジは4000万円ぐらいまで広げていく必要があります。そして、そういった た広げた物件のレンジの中から自分の基準に合うものを絞り込んでいってそこに価格の差があれば当然そこで差し値をして購入していくということになりますさあそれでは次にですね三ヶ月以内に最初の物件を購入する秘策についてお話し,しましょう三ヶ月以内に最初の物件を購入するためには必ずなければいけない前提があります それは何かというと、現金で購入予定の方は、その現金が自己資金としてなければいけませんよね。そして、ローンをしてレバレージをかけた不動産投資をするのであっても、狙いの物件価格に対して3割程度の自己資金は用意しておかなければいけません。さらに、ローンを利用して購入予定であれば、銀行に一度でも融資の脱診をしたことがある。 これが条件になってきます。このように以前銀行に持ち込んだ物件というものは先に買われてしまったりだとかして流れてしまったけれども、融資の打診をしてあなたの属性は臨議書を書く段階でもうすでにその銀行は確認していますので、もし同じような物件が見つかったとしたら、融資が受けられる可能性というものは非常に高くなるわけなんです。このようにあなたがまず物 物件を購入できるということが非常に重要になってきますさてこの前提条件が整ったのであれば次にですね物件を3ヶ月以内に見つけるための具体的な行動に移っていきますまず1つ目はですね物件検索のこの条件のレンジを広げるということですね 例えば、駅から10分圏内という条件を設定していたのであれば、逆に駅から10分以上のエリアを探すとか、あるいはバス圏まで広げて探してみるということが重要になります。これはですね、すべての人が都心に電車通勤しているわけではないんですよね。例えば自営業者もいれば、近くの工場とか、あるいはスーパーにお勤めの人もいるわけなんです。 だから、駅から遠くてもですね、必ず需要はあるもんなんです。ただし、その分、期待り回りは上げていかなければいけません。当然、駅近よりも、駅から遠いエリアの方が空室リスクっていうものは高くなりますので、それをカバーするために、期待り回りは高く設定していかなければいけない、ということになります。 次にその条件レンジを広げた上で何をするのかっていうと、毎日物件検索をするということですね。毎日ポータルサイトを見て、不動産会社のホームページを見て、毎日三大ポータルと言われるスーモ、アットホーム、ホームズですね。この三つのサイトは必ず検索しましょう。そして不動産投資専門のサイト、ラクマチとか、その他大手の不動産会社のホームページで売り物件を検索するのもいいでしょう。 そしていいなというふうに思った物件はすぐに連絡をして資料を取り寄せるようにしましょう。さらにこの物件見てみたいというふうになった場合にはすぐにアポイントを取って現地調査に行きましょう。いい物件が見つかった場合には半日で購入決断をして1日以内に買い付け証明を出すというのが理想です。僕も過去ですね、物件を購入した時にはまず間違いなくその日にですね、買い付けを出しています。 もちろん購入判断をするためには、その判断材料を検討する必要があるんですけれども、そういった検討材料は、ほぼほぼ半日でやってしまいます。例えば購入、そして運営を開始してからの事業収支のシミュレーション、そしてデッドクロスがいつ頃来るのかということですね。これもシミュレーションします。 以前ですね、銀行に融資の審査の依頼をしたことがある方は、現地調査のその場からですね、融資の打診のアポイントメントですね、面会のアポイントメントをすることもあります。とにかく物件検索は毎日やって、気になる物件はすぐ連絡をして資料を取り寄せ、さらにすぐに現地調査に行き、その場でパソコン、電卓を叩いて、で、買い付けをですね、その日にするぐらいのスピード感が必要なんです。 それは浦田さんみたいなプロフェッショナルのスキルが必要でしょうという方もいるでしょう。確かに購入の判断をするためにはそれなりの知識は必要ですけれども、えー、我々プロのようなスキルを持っていなくても初心者でも確実にですねいい物件を仕入れる方法があります。それは何かというと売れ残っている物件を狙うことなんです。マーケットで売れ残っている物件はビッグ びっくりりすすするるような差し値をすることもありますもちろん断られることも多いんですけれども、もし値段が下がるようなことがあれば、必ず声をかけてくれませんかということで連絡をしておくといいんですよね。そうやってもし下がるようなことがあれば連絡くれるように言っておけば、忘れた頃にその値段でいいので買ってくれませんかという連絡が来ることもあります。 さて、3ヶ月以内に良い,い物件を仕入れる方法の3つ目は何かというと、必ず差し値をして購入するということです。ただし、ここで注意しなければいけないのは、いきなりびっくりするような鬼のような差し値で買い付けをしてはいけないということですね。 差し値をしたいのであっても必ずその物件を取り扱っている仲介会社にどうしても買いたいんですけれども予算がこれだけしかないのでこの値段でしか買えないんですよと交渉の余地はありますでしょうかという軽姿勢でですねまずは当たりをですねつけていくということが重要になってくるんです例えば不動産投資のまあ初心者というかまあプロでもいるんですけれどもやってはいけないことは 点ばっっかり指摘ををしててでですすすねね値段を下げようとこういうことととここいいいいははやけないと思います例えば、あなたが売り主さんだったとして、ああ、ここ雨漏りいっぱいありますよね。基礎が割れてますよね。トイレが和式だしな。風呂場のリフォームに200万ぐらいかかりそうだな。まあ、このようにですね、欠点を指摘されて、1000万円のものを500万円で差し値を受けたら、あなたはその人に売りたいという感情になるでしょうか 絶対にならないと思うんですよね。これは相手の気分を害するだけなので、いきなり文句を言って散々言った後にですね、鬼のような差し寝をすることだけはしないようにしてください。 買いたいんだけれども、予算がこれだけしかない。もしこの値段になるようでしたら、買い付け証明書をですね、書かせていただきたいんですけれども、いかがでしょうかと、聞いていただけませんでしょうかというですね、あたりをですね、まずは仲介会社につけるということが重要になってくるんです。もしその時に差し値が通らなくても、同じような物件があったらまた買いますので、ぜひ紹介してください。 というふうにご縁をですね、仲介会社につなげていただくということが重要になってきます。さあ、いかがでしょうかこのような方法をですね、愚直にやりさえすれば3ヶ月以内に物件をですね、購入することはできると思うんですけれども、例えば物件を10やそこらですね、検索をして2、3件差し値をすれば買えるだろうというふうに思っていると大間違いです。 物件が買える確率をこの世界のまあ常識に当てはめると昔から千密というふうに言われていまして1000件物件を検索してまあ3つ程度買えるか買えないかということになるんですよね。そのぐらいの確率だということです。例えば1000件検索して100件現地調査をして30件に買い付けをして3件買い付けが 通るるかかどうう実際に買えののののはそのうち1件そち件ぐらいの確率なんですベテランの投資家はこの作業をもう日常的にやっているから買えるのであって初心者がですね例えば気が向いた時にポータルサイトを開いていい物件ないかなという風に検索したところでいい物件には出会えません大変かと思われるかもしれませんけれども不動産は仕入れが一番重要ですこの仕入れで その物件を買って成功するかしないかということが8割型決定づけられますのでこの物件の検索にもう命をかけていただきたいんですよいい物件さえ購入できればあとは2割の労力で何年も何十年もあなたにお家賃を運んできてくれるのでこの物件の検索そして買い付けにですね手を抜かないようにしていただきたいんです さて、いかがでしたでしょうか ?7 月1日からですね、オンラインサロンも開設していますので、物件検索に関する質問、あるいは他のメンバーさんと交流しながら、物件検索のモチベーションを維持していただくこともできると思います。また、もっと具体的な購入のノウハウ、え物件の検索スキルについては、我々がやっている不動産実務検定でも体系的に学ぶことができますので、 気になる方は、ぜひ概要欄のリンク先をチェックしてみてください。それから、もし今回のテーマが良かったという方は、いいねボタンもよろしくお願いいたします。 またぜひですね、コメントもどしどしいただきましてですね、こんなことを教えてもらいたいというようなことがあればですね、お気軽にご投稿いただければと思います。その中からまた次のですね、情報、ノウハウをですね、こちらの方でいろいろまとめてですね、お伝えできたらなというふうに思っております。それでは今日もですね、ご視聴最後までありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。